はい、こんにちは、石原スポーツです。皆さんお元気ですか？そうです、この箱はオーダーグラブでございます。軟式内野手用オーダーグラブ、こちらの検品動画になります。今回のグラブは個人情報が刺繍に多いので、見せれる範囲で動画ではお見せする格好で検品を進めたいと思います。それではどうぞ。はい、じゃあ進めますね。オーダーグラブいつもワクワクしますけど、今日はね、見せれないところもあるんでちょっと微妙なんですけどね。はい、まずはどうだ、こうしたら大丈夫か。はい、基本パターンでございます。軟式内野手用ではございますけれども、442WT ですから、人差し指下のポケットセンターでしっかり包み込む形のウィングチップのスタイルが 442WT でございます。ウェブはモディファイドシングルポストですね。こう飾りが入ったタイプのシングルポストになりますね。指カバー、指当てはなし。衝撃干渉剤もなし。ポケットスタイルはダブルパームレースで逆巻きで入れてほしいということですね。ラベルはグレーブラックのカラーパッチ。はい、ここから配色になります。本体レザーがダークグリーンということで、 HOH のダークグリーン、深い綺麗な色でございますが、平裏もそうなんですが、背面をキャメル、ダークグリーンにキャメルですね。しかも差し色にサックス、中指と薬指の間、ウィングチップなんでまたかっこよく入ってますよね。で、レースカラーもサックスで、なんとヌイートカラーがピンク。若いお客様ですので、そういったセンス刺激されるところでありますが、ダークグリーン、サックス、キャメルにピンクといった色合わせ、難しいところでございますが、綺麗にまとまっております。バンドウラムートンはホワイトをご選択。刻印は焼き印。あと、まあ刺繍はね、この人差し指に漢字と、これちょっと私個人的には見ときますけど、平裏にお名前ということで、まあ、ここら辺ちょっとお見せできないんですけどね。ウィングチップかっこいいんじゃないですか。で、お見せできる範囲で、あっと思ったのが、こちら、星条旗の刺繍でございますね。定番でもたまにございますけれども、オーダーで選択されるのは珍しいのでね、ぜひここで見ていただきたいと思いますが、人差し指に USA、アメリカの星条旗の刺繍でございます。細かい細工でございますね。それから親指部分には丸抜きの背番号、赤台にゴールドで番号が入ってございます。ポイントはやっぱりこのサックスの差し色、中指薬指の間のこのレザーですかね。かっこいいんじゃないですか。はい、ということでね、お見せできる範囲で検品の動画、オーダーグラブでございました。 442WT 型、しっかり包み込む小ぶりな11と1/4インチ、 11.25 インチですね。かっこいいんじゃないでしょうか。ありがとうございます。はい、いかがでしたでしょうか。アメリカンフラッグが入って少し刺激を受けた配色でございました。ありがとうございます。それでは皆さん、さようなら。